どうもバイクのローザの深夜です。はい、ツーリングです。ソロツーです。やっと晴れてはないけど、まあ仕事がねバタバタしてる時に晴れて、休みじゃないけど仕事終わった時はまあ、雨っていうよくあるやつ。今週はどうしても走りたいと、北海道ツーリングに行くっていう話をね前の動画でしたんですけど、その前にねソロツー行きたかった。で今夕方の3時半、15時半ですね、まあ、変な時間ね、まあ、夜中にちょっと起きちゃって、でそこから結局仕事をして、朝寝て昼に起きたっていうちょっとひどいスケジュールなんですけども、まあ、ちょっとこれはツーリングに行きたい、ツーリングに行かせろと。でもなんかね夕方からね道志の方雨降るっぽいんですよ。今ね道志道走ってるんですけど、また道志道かよって話はちょっとねまあ置いときましょう、まあ、あいにくねちょっとこんな天気というか、もう雲が多すぎて富士山とか、まあその他もろもろのいい景色っていうのは見れないと思うんですけど、まあ、とにかく今日はねちょっとでもいいから走りたいと。道志道走って山中湖抜けて、まあ、そこから御殿場まで行って帰ろうかなみたいな。散歩ツーリングだけど峠を走りたいと、うん、そしてここのヘアピンは超気持ちいい。緊急事態宣言がまあ出てね、全然走りに行ってなかったですからね。走りたかったっすよ、うん、走りたかったけど、やっぱねなんかバイク乗ろうぜって言えねえじゃんって。じゃあこっそり乗るかって言ってもね、こっそり乗ってもきっと楽しくないし、別にモトブログできるできないとかまあどうでもいいんですけど、まあ良くないけど、それ以前にねやっぱちゃんと楽しみたいよね。まあ今もねそんなめちゃくちゃコロナでいい状況っていうわけでもないけれど、まあまああの時よりは少しはマシになってるかな。まあしょうがないですよ、そればっかりはもう本当にね個人の力でどうにかなるもんでもないし、走れる時に走っておこうっていう。いやしかしやっぱツーリングはいいですね。湿気もねものすごく多いし、まあ、気温はまあそんな高くないかな。今23度24度ぐらいか、気持ちいい。なんかメッシュジャケットがちょうどいいですね。平日なんですけど意外とねバイクも結構いて、みんなツーリング楽しんでますね。メンテから上がってきたバイクのね、まあ、鳴らしみたいな感じですよ。そういえば来ましたよ、ついに俺のところにあれが。メンテをお店に任せてますって言ったら、自分のバイクのメンテぐらい自分でやれよっていうコメント、ツイッターとかではあるっていう話は聞いてたんですけど、ついに俺のところにそれが来ましたね。まあ結論を書いて別に俺的にはどうでもいいんですけど、そこはなんかこの辺めっちゃウェットだな。北海道ツーリングの前に転んだらシャレにならんぞ。そうで、自分のバイクは自分でメンテしろって、まあそれはそれで別にいいと思うんですよ。まあその人の考えだしそれでいいんじゃないですかっていう。でもね俺は別にバイクに乗るのが好きなわけで、バイクをいじるのが好きかって言ったら別にそうでもないんですよ。バイクいじりよりバイク乗せたいっていう。で近くに信頼できるバイク屋さんもあるし、ね、そっちに任せた方が絶対いいじゃんっていう。それでよくない？だから別にあの自分でメンテしたい人がすればいいし、俺みたいにそういう考えの人はねお店に任せればいいし、だから俺はプロにバイクのメンテを任せてお金を落として、で本来は自分がメンテするはずだった時間でお金を稼いでね、そうやってあのちっちゃいながらも経済回した方がいいじゃんって考える人なんて、まあ、別にどっちがね正しいとも思わないですけど、それでよくねっていう。各々が好きにすればいいんじゃないかなと思いました。おーおー気持ちいい。まあ今日はねほぼ絶景は期待できないので、パノラマ台も別に行かなくていいかなとも思っていて、そうなったら本当にただ走るだけって感じかな。そして案の定ねマイクでねマスクを忘れるっていう。バイクでねマスクを持っていく習慣がないんですよ。だからなんかまだ馴染めない。最近ねバイクに乗ってマスク忘れるじゃないですか。だからネックウォーマーじゃないけど、まあそのネックウォーマー的なね夏用の薄いってあるんですよ。それ使って口元隠したりとか、まあ、そうしないとねお店とか入りづらいですからね。お店の人にかね嫌な思いするのはやだなと思うから。そうでキャンプね行きたい、ソロキャン行きたい。今年行ってないんですよソロキャン。去年はね忙しくて行けなかったし、今年はいっぱいキャンプ行こうと思ったらコロナで行きづらくなるし、で気がついたら夏でしょ。どっか涼しいとこでキャンプしたいですね。まあ道志の方でもいいし伊豆の方でもいいし、まあどこでもいいんですけど、とりあえずちょっとソロキャンでゆっくりしたいですね。本でも読みながらなんかのんびりしてよ。なんかこの川を見るのも随分と久しぶりな気がしますね。おお久しぶりだな道の駅同士。バイクはおそこそこいるね。久しぶりはいますか。道の駅同士でちょっと休憩してからの今山伏峠ですね。この後もね行く予定を全然決めてなかったんですよ。とりあえず箱根の方に抜けようかなと、うん、
で、まあ帰る感じ。ちょっとね、寒いね。今気温22度か。まあここが多分ね、今日のツーリングのスポットで一番寒いポイントだから、ああ、気持ちいい。すごく気持ちいいですね。今日は本当にね、あんまりいい景色をお届けできないんじゃないかな。たらたら峠を走ってお届けする動画っていう感じになりそうですね。いつものことか。このね、山中湖からね、御殿場に下る道って結構楽しいんですよね。あのね、山中湖、なんかグッときませんでしたね。雲というか霧というか、天気が悪い。だってほら、もう何も見えないもん、前。まあ、ひたすらもうくねくね道を堪能する感じですね。御殿場から箱根に行って、箱根でくねくね楽しんで、もうあとはまっすぐ帰るっていうね。まあまあ、ネックガードでコンビニ寄ってちょろっと食べるぐらいかな。いいんですよ。俺のツーリングはいつもそんな感じですよ。マスクがあろうとなかろうと。さあ、今ですね、御殿場通り過ぎて箱根に向かってるんですけれども、箱根の方が天気いいね。っていうかね、バイクメンテに出したらね、バイク絶好調。やばいね。超気持ちいいんだけど。気持ちいいなぁ。いいね、バイクは完璧だ。バスで詰まってるんですよ今。最初ちょっとと思ったんですけど、日暮らしの鳴く声がめっちゃ聞こえるんですよ、走ってたら。いいなぁ。やっぱね、ちょっとこう、のんびり走りたいとか言いつつもさ、ちょっとやっぱ気持ちよく走りたいっていうのはあるじゃん。あるよ、あるよね。俺はある。と思ったのが、このなんか森感もいいんだろうね。ああ、なんかね、癒されたわ。快適。快適ではないけど、気持ちいい。正直、昼ぐらいに起きて、どうしようかなって思ったけど、来てよかった。箱根新道の横走ってる道かな？知らんけど。多分そんな気がするね。今とりあえず小田原の方に向かってるんですけど、多分このまま行ったら温泉街に行くと思うんだよな。この辺ちゃんと把握してないっていうか、多分この道通ったことないけど、多分そう。多分ね。まあ天気は悪いけど、でもいいですね。温泉入ってゆっくりしてなんか寝たいわ。箱根湯本のね、渋滞がエグかったっすね。ここがね、なんだかんだ一番気持ちいいかもしれない。もう今日のツーリングはほぼおしまいかな。昼過ぎから走ったにしてはまあ十分でしょう。まあ、個人的にはね、結構楽しいツーリングでしたよ。まあ、今日走ってる時点であと10日ほどで北海道出発なんで、まあ、楽しんできますよ。映像はどんな風になるかは分かんないんですけどね、まだ。まあ何かしらの撮影はします。とりあえず来週は天気が良かったらソロキャンに行きます。それはそれでね、また動画撮るんで、はい、そう、キャンプ動画、キャンプの動画を作りたいんですよね。また行こう、ツーリング。今度は行ったことないとこに行きたい。まあ次は8月かな。北海道から帰ってきてからかな。今日の動画はね、ダラダラとしたというか、走りバックだったけど、まあ、楽しんでもらったらすごく嬉しいなと思ってます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイクのノーズの深夜でした。それでは。